はい、皆さんこんにちは。今日はね、またダイソー100円ショップにやってまいりました。モバイルバッテリーでね、3000ミリのが出たって話だったんだけど、どうもね、2000ミリアンペアワーのしかないんで、今日はね、これを購入して iPhone X のね、充電をしてみたいと思ってまーす。はい、それではね、こちらね、買ってまいりました。ダイソーだけど300円ってことでね、高級な部類に入るでしょうか。で、バッテリー容量は 2000mAh ということでね。で、これ iPhone 5が 3.5 時間で満充電できると書いていますよね。で、これね、裏面見ると、相変わらずね、文字がね、すごい書いてあるんですけども、これね、要点を言うと、こちらね、入力の方がですね、これ 5V 1 A なんですよね。そして出力の方も 5V 1 A ということでですね、この電流のね、この高い方ではないんですよね。だからこれ 5V 1 A というと純正の電源アダプター、充電アダプターと同じようなパワーを持っていると、そんな感じ でこれね、絶対に行わないでくださいっていうのは、このね、本体を充電しながら iPhone を充電するとかっていうのをやるなと書いてますよね。はい、それではね、これパッケージちょっと開けますけども、やはりダイソーでも300円のものだとね、ちゃんと包装してあるっていう感じで、100円のだとね、こう袋に入ったりとかっていうの多いですけども、こういう感じでね、ちゃんとした包装がされております。じゃーん、出てきました。で、付属品の方はマイクロ USB のケーブルと取扱説明書ということになっておりますね。で、これ取扱説明書を見ますとですね、これ結構ね、ちゃんと書いてあるんですよね。それでこれ本体を充電しているときは、この LED ランプが赤と青がね、交互に点灯するということと、あとはこの iPhone とかをね、充電しているときにはこの青でね、光るみたいですね。そんな感じで、これこの本体の充電は6時間で充電が完了しますよみたいなことが書いてあります。で、本体ね、端子部こんな感じで、このマイクロ USB で充電するわけですけども、それでこちら充電アダプターの方はですね、タイプ A、これは通常通りですよね、の感じですよね。で、これ本体ね、これ充電し終わるとね、このようにね、青に光るみたいで、充電中はね、赤と青の交互ということのようですが、これ今ね、フル充電された状態でいますね。で、まずね、形状大きさの方をチェックしておくと、こんな感じでね、これノーマルサイズの iPhone X、プラスサイズっていう感じで、で、これだいたいね、縦の長さが95ミリぐらいあるんですよね。それでこの高さというかね、厚みはね、22ミリぐらいでしょうかね、これね。なんで、コンパクトなね、サイズなんじゃないでしょうか。で、こちらね、このキーリングみたいのついてるんでね、どっかにぶら下げておくっていうのも使い方の一つではないでしょうか。こちら、重さの方ですね。重さは 63g ということで、そんなに負担に感じない重さでしょうね。で、それではね、iPhone X の充電をしてみたいと思います。で、これ、ざっとね、これ、取説に出てきた iPhone 5 は 1432mAh なんですよね。で、今回充電をしてみたい iPhone X は 2716mAh と言われているので、これね、フル充電はできないなというところですよね。で、この取扱説明書の iPhone 5が1432mAh でフル充電可能ってことなんでね、これ充電ロスがだいたい3、4割とかってモバイルバッテリーはね、言われてますから、これ2000×70% だと1400mAh、だからちょうどそんなもんでしょうってとこですよね。で、これ iPhone X について計算すると、この 1400mAh ぐらい、これ出力してくると仮定するとね、51.5% ぐらいなんですよね、 iPhone X に対して。
だからまあ間にまあ電流計挟んでね、まあ、ロスがまあ加算されるとしても、まあ、大体ね 40-45% ぐらいは充電可能かなっていうところでしょうかね。それでまあ恒例のね 1% の状態から、ね、充電をね開始しようと思いますけども、まあこれね、いつもこの純正のねケーブルを使ってやってるので、今回もね純正のライトニングを使っております。まあこれね、純正ってのはあんまり速くないんですよね、実際はね。でこちら充電を、はい、開始いたしました。でこれね、いつも通りこのストップウォッチをね回し始めましたけども、でまあこの段階でね、まあ 5V0.9 ぐらい出てますよね。そして10分後です。はい、こちら 6% ね充電ということで、まあ5V 1 A っていう感じのものですよね、数値的には。で20分経過いたしました。さあ充電はどのぐらいでしょうか。はい、 11% ねされていまして、で 4.64-0.89 という感じです。で30分後、まあこの辺で大体ね目安は見えてきますけども、 16% がね充電されていて、まあ、出力はこんな感じになっています。はい、そして1時間後ですね、1時間でどのぐらい充電されたんでしょうか。 31% で出力も 4.62-0.83 です。そしてね、1時間22分で、これちょっと慌てて撮ったんでね、これなんかブレてますけど、1時間22分ぐらいでですね、実はこのランプがね、点灯し始めたんですよね。だからこれおそらく出力低下してますよっていうね、サインなんですけども、それでね、ふっとね、目を離した隙に消えてましてね、でもこれね、充電されてないんですよね。なんでね、これ、何パーいったかなって見たら、ね、42% いってました。そうで 42% でね、もうねこれ出力がね切れてしまって、でこれね時間の方はだいたい1時間23分ぐらいで、まあ、このね充電がこれ完了してしまったわけですよね、まあ、このモバイルバッテリーの容量もなくなったということで、でまあこれねもう一回ちょっとね再現するのに無理やりもう一回つなぐとね、まあ点灯しながらも充電し始めましたけども、まあこれねこうやって光っていって、まあ、この最後ねこと切れたっていうことがね、まあ、ちょっとね再現できますが、まあ、やっぱりね出力もちょっと落ちてますよね。これ 3.59W ぐらいまで落ちてるんで、まあこの状態で再充電でどのぐらい持つんでしょうね。そう思ってやってみてますけども、まあやっぱりねこれ42% までね充電ってことで、まあ緊急用としてはねそんなにダメな数字でもないあと思ったらね切れましたねこれね。だからまあこれ1分持たなかったな。はい、それで本体のね充電時間も一応チェックしておきましょうかね。取扱説明書によれば6時間かかるというねことでしたが、まあこちらね 2.4 アンペアの充電器でねまあ、繋いでますが、まあ、この本体自体の入力は 5V 1 A までと、ね、なっております。どのぐらいかかるんでしょうか。でかなり、ね、時間かかって4時間20分、ね、経過してもまだ、ね、充電してたんですよね。それでふと目を離した隙に、ね、充電が完了してまして、その時の時間が4時間33分だったんですね。だからまあ大体ですが、まあ、これ4時間半弱ぐらいが、ねまあ、推定されるという感じで、取扱説明書よりも早かったですね。ってことでまとめです。 iPhone X では1時間23分で 42% が充電可能でしたよね。でこのバッテリー本体のフル充電は推定4時間半ということでね、まあそのぐらい時間はかかります。まあ300円としてはね、まずまずこの最近のね iPhone はバッテリーの減りがねまあしにくいのでね、まあ緊急用として 42% だけ確保していくっていうのも、まあ一つのね選択肢なのかななんて思いました。まあこれね、コンパクトで軽いですから、まあこれを持ってね、歩いてもそんなにね負担にならないじゃないですか。だからまあスイカとかのね、緊急事態を起こさないっていう意味でもね、
まあ、こういうの1個だけ持って寝れるのも、まあ、これね、まあ、最近の iPhone ではありなのかななんて思いました。まあ、ダイソーはねやっぱり活用次第でね、まあ、結構ね使える、まあ、このモバイル系のねこの道具がね売ってますんで、今回もねご紹介いたしました。それではこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。